ハネムーンデザートの店内のリアンパンケーキ幼児間露。ハネムーンデザートあるいは満期天品は香港に本部を持つ甘みどころチェーン店。香港以外では中国の大都市やインドネシア、シンガポールに店舗がある。1995年に香港新海の最高で開業。新鮮な材料をふんだんに使ったマンゴープリンやマンゴーパンケーキが評判となり、香港で店舗を増やしていった。 品目も従来の伝統的な小豆の汁粉、仙草、ゼリー、白玉団子のほか、ドリアンパンケーキ、タピオカパールを使った、幼児甘露や、白雪黒チン生などにも広がった。豆腐、パパイヤ、ニッパヤシ、エゾアカガエル等のユラン缶の周りの脂肪を使った商品もあり、バニラアイスクリーム、緑茶アイスクリームなどを各種商品にトッピングすることもできる。 2012年3月現在、香港に16店舗、中国では、上海市に21店舗、北京市に11店舗、広州市に9店舗、広州市に8店舗のほか、主会市、中山市、富津山市、東南市、はじめけい市、新陽市、天津市、西南市、合飛市、南京市、蘇州市、州市無尺市,市,市、上州市、寧波市、商工市、福州市、甘井市、 重慶市、生徒市、南霊市、三足に店舗を持つ。材料や商品の品質確保と効率化のために、セントラルキッチン方式を採用している。また、味の決め手となる原料のフルーツ加工工場を体に、有する。三キ財前級。ハネムーンデザート。2012年3月25日閲覧。三キ紹介。ハネムーンデザート。 2011年4月16日へ閲覧、ありがとうございます。